ちょっと無理。今回は信長の野望神聖パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は織田家を滅ぼして東へ行く準備を終えたところまで。これで攻めれるのは武田家と朝倉家だけになったわけか。武田家も叩きすぎると後ろから怖い関東の竜が出てくるし、織田家が亡くなったことで東の情勢もどうなるのかといったところだしな。東北征伐が一番時間がかかりそうなのがな。できるだけ早く終わらせたいところではあるがどうなるか。その前に現在の勢力第2位がいるわけで、先を見るよりも目の前をまずは見ていくか。それがいいと思う。やるとしたら朝倉家かな。ちと北陸を固めておきたいところはあるよな。北条家が早くも動き出してる。リミッターが外れたら即かよ。北条家が快進撃を続けたらかなりヤバいかも。同盟でなんとかして忍ぶわけにはいかんしな。そうしたら東北制圧がめちゃくちゃ遅れそう。さっきも言ったが東のことは一旦気にせずに行くか。それがいい。というわけで、朝倉家を威風でなんとかしたかったんだが、何度数えても一部隊足りない。防衛拠点化もしてくれてないしな。国衆を動員しろよ。そう動員してくれたら中までは行けたのにな。待っても増えないから。もう弱で妥協するんだぜ。妥協はしたくないけど、相手の部隊をこっちで増やすことはできないからな。残念すぎる。内政する時間を省きたかったのにな。それなりの戦いだけど、朝倉家は今の毛利家の敵ではないんだぜ。圧勝ということで。両側に高影も隣がいたらな。戦場も良かったといえば良かったし、両側に高所があるところだったからな。あとは威風弱さんが、我らの勝利を広め、掲げるある程度寝返らせてくれた。金ヶ崎城と御瀬山城をまずは攻略するんだぜ。一城だ二城で攻城戦威風強さんを狙いたいところを。城を落とすぞ。長尾家が金沢ごぼうを攻めてる。玉られるのは仕方のないことだな。金沢ごぼう以外を取れれば問題なしで、話してる間に金ヶ崎城を攻略。御瀬山城も攻略完了。これで朝倉家攻めは一旦終了なんだぜ。動揺が解ける間遊んでるわけにはいかないから、武田家を攻める。飯田城あたりで威風強を狙う作戦なんだぜ。東と西で分断できたら、あとは美味しくいただく予定。うまくやれるかどうかがこの後に影響してくるはずなんだぜ。内政も忙しくやりながら、長距離行軍できるように2つ目省建設しないとだからな。米問屋がまだなところもあるけど、武田家は期待以上の集まり具合で、12部隊以上は確定だな。ありがたい限りで。朝倉家も国州まで動員してくれてたらもう少し楽だったんだが、ぐちぐち言っても始まらないから、策の一つも打つべきか。これで仕掛けていく。武田家の力を見せてもらおうじゃないか。これで楽勝だったら今後はかなり楽になるはず。正直戦場はあまり良くないな。交渉生かすのは難しそう。多少は仕事をしてくれると思うが、あとは左側からの圧が強い。のちぐちで守るか。元成とかはちゃんでなんとかするしかない。突撃祭りなのもきついんだぜ。騎馬突撃レベル11は食らいたくないから。一部隊だけか。ここで防神発動。正直微妙なタイミングだが、兵を削るタイミングではなかったか。発動をコントロールするのは難しいから仕方ないんだぜ。まずは下妻さんを撃破。厄介なのを片付けれたな。でもまだ待機してるのが5部隊もいる。何とも微妙な話だな。新人ともう1部隊が軒口を目指して南下中。川ちゃんが抑えつつこっちも軒口を目指すか。厳しい戦いになるかもだけど、時間稼ぎくらいはできるだろう。オブさんが撤退。そうか、駿河進行はまだか。起きたら起きただけど、出てくるのがヤバい人ばかり。ほんと状況さえ整えば武田家はかなり強いよな。いろいろあって実力を発揮できない土地柄なのがなんともだけど、軒口付近で激戦が続く中、元春が軒口の破壊に成功。あと少しで終わりか。これは狙うしかないな。あの要所か軒口か。守られたらどっちも厄介。信繁が撤退。
これで引き金にしか残ってないけど、どうにかするにしても稼ぎどころがないんだぜ。誰か舞台撃破でもいいんだけど、壊滅させても稼げない。国衆なら稼げるか。735とか。そう思いながら、何が起きたかわからないまま勝利。元就が撃破したか。多分そこあたりだと思う。あの戦場でこの程度の損害なら御の字。もう少しやられていてもおかしくなかったな。元春が大活躍。もう身内に頼っていくしかないな。放つだと。何を考えておる。あとは伊風京さんが。我らの勝利を広め、掲げるのだ。しかし城まで届いたか。多分届いたと思う。だとすれば分断成功ということだな。なんと。残った西側は叩き落としていくか。東では伊達家を攻めてた北条家が長尾家を攻めてる。いろいろと極まっているな。勢力的にはまだまだ戦えそうな感じ。あまり拡大されると困るんだがな。他の勢力には頑張ってほしいところ。すごい数の北条勢が越後へ向かっている。すでに柴田城を伊達家に取られている。よく見れば1563年を迎え、三好家で一大事が。長吉さんが言ったか。これは同盟関係を見直す機会になるかも。まだ攻める時ではないけどな。今回の敗戦を受けて戦場をかける場所が上原城になった模様。まだ城主を任命できてないんだよな。とか思ったら金山城付近には義宝。条約が大好きすぎるだろ。まだ真田親子が生きてるのが。そりゃ大好きだわな。城を攻め取れ。まずは福島城を攻略。孤立無援なのに粘られたんだぜ。城攻めの大変さが本当に。元就以外は腰老老が真っ赤だから撤退するんだぜ。元就は桜洞城攻略しえねえ。58万城はまだ協約対象だった。まだ小規模の戦闘だからいいと言えばいいか。何度もやられるとじわじわと削られるから嫌すぎるけど、そう思うとほんと厄介な条約なんだぜ。ここで長尾家との関係改善に成功。今後のために同盟を結んでおくんだぜ。越後へ行く余裕はないと思うから、北条家との戦いを考えていけなばな。次は桜洞城攻略。なかなかに苦戦しているな。海陸の城はさらに苦戦してるけど、雪高がこもって嫌がるからな。城兵は少ないけど耐久が高すぎ。こんなに高かったかと思うくらいだな。海陸の城攻略を進める間に、朝倉家とどめを刺すべく一条谷を目指しているんだぜ。工場前伊風京さんが仕事をしてくれれば一撃で終わるから、そうすれば武田家滅ぼす戦いへと進めるんだぜ。坂戸城を防衛したみたい。一瞬防衛できたのか落としたのかわからない時があるから困るんだぜ。工場前は大体落ちるものというイメージがあるから、よほどのことがない限り負けはないからな。北条家がこれで止まってくれるといいんだけど。ご命令を下され。また協約。戦闘されまくりの農民どもにも問題がある気がするけどな。まあ海陸の城をようやく落としたからよしとすべきかも。それもそうだな。なんだかんだで半年近くかかってるわけだし。めちゃくちゃかかったな。内政も大変だけどどんどんやらねば。漁場移転のためにもある程度の収入は確保しないといけないからな。ほんと大変。着手しよう。ここですっかり忘れてた出雲大社を復興させた。ほんとすっかり忘れていたんだぜ。優秀な方の名所だというのに。あとはどんどんと発展させていけるな。少しでも軍制圧速度が上げていかねば。条約の手は林城にも。まだ林城だったか。この時はまだなのかも。一条だ二条包囲完了。策の一つも打つべきか。伊風忠さん。今日じゃないのか。今日さんを呼べない悲しみがあるけどやるしかない。残ったのは叩き落としししかないか。この程度の城で苦戦するわけにはいかねえ。城兵だけは多いから油断はできないけどな。三方向から攻めてるから分散するとは思うけど。ご命令を下され。
左側は設備なしか。中央では設備破壊に成功。もう一つあるからそこを突破したらだな。元なりのいるところが少し攻めづらい。攻め口が一つなのがな。鬼島津はこんなところに。各地に毛利家に滅ぼされた勢力の残党が弛緩しているからな。鬼島津を生かせぬ朝倉家のしょぼさよ。行かせてれば何かできていたかもなのにな。今ここで使うべき。ようやく右側で設備を破壊。これで障害物はもうないんだぜ。中央でも設備を破壊完了。準備ができ次第総攻撃を仕掛けようじゃないか。準備ができたから総攻撃開始。一斉に始まると激しいな。お互いの兵がゴリゴリ減ってる。最初に城門を破壊するのはどこだ。予備がいるところでは攻めて交代で。次はどのように。え、お指図を頂戴したく。鉄砲隊、敵を打ち払うぞ。元成も攻撃に参加する。これで終わりだろうな。舞台撃破止まり。城門はまだか。敵を蹴散らす。破壊した。あとは本丸に圧をかけていけば他も崩れていくだろ。中央でも破壊成功。大きく迂回したから方向感覚がおかしくなっているんだぜ。右側が大きく迂回して左的な感じになってるから。最後は本丸を制圧して勝利。まあこんなもんだな。朝倉家相手だし。存在も大したことない。この感じならかなり無理をできそうな気がするな。元春を火災にした成果は十分に出てる。デメリット分もかなりでかいが。メリットも大きいから。あとは残念は甲状腺 F 中3が。白ったくだよな。共産ならって、金沢ごぼうが起きてるし。長尾家が攻められてる間に取り返したのか。となれば畑山家まで見えてくる。生き延びてるのに驚きだが。確かにな。敵将。はい、いません。もう川持ちはいないのか。ここまで少ないと少し残念すぎる。川の方が良かったか。金沢ごぼうは結局畑山家に攻略されたので、大正寺城と鳥越城だけは攻略する。それも防衛拠点化してるから無傷攻略も可能なんだぜ。うまくやらないとサブスク解約されちゃうけど。なんだ、いくらでも出してやるけど。せいぜい頑張ってくれとしか言えないな。ちなみに今月でサブスクが解約されるので。ただ今月ギリギリにならないと防衛拠点化の準備が整わないんだぜ。ギリギリのところを攻めるしかないということだな。なかなかにシビアなことになりそうなんだぜ。甲状腺可能になった。余裕は1日程度しかないんだぜ。元就の到着は待てないかも。ここに。もうこれでやるしかないんだぜ。なんとかなるだろ。するしかないし。大正寺城を初めて攻めたかも。結構小ぶりな城だな。当然だけど設備の準備はできてない。敷地が心配だが。速攻で行くしかないな。とにかく城門破壊して本丸を制圧だな。城門へ到達。足止めされているところもあるが、多分なんとかなるはず。鉄砲隊を前に出せ。この感じ城門前で乱戦になるかも。分散させたいがそこまで余裕がないのだな。もう一つの城門を攻めたら鬼島津が釣れた。邪魔者がいない間にさっさと本丸を目指すんだぜ。いざ行かん。いざ戻ってきたし、設備破壊で式の回復。これで式の回復はないからなんとかしないとな。敵部隊の壊滅でも式は回復するから。かといってどんどん撃破できるわけではないけどな。城門前ではお互い攻撃し合ってわけわからん状態に。もう見守るしかないな。城門は破壊したぞ。だが本丸を目指せる状態ではないな。この乱戦が終わらねば身動きが取れぬ。
地味に設備を破壊した。これで指揮の心配はなくなったが、自然地形を撃破して乱戦状態は解消されそうで、残るは吉影と鬼島津だけか。体力回復し次第本末突入でー、最後は吉影を壊滅させて勝利。数が少ないだけに結構苦戦したかもな。サブスク解約がなければもっと楽だったけど。戦に勝つはまこと良きものじゃの。それでも半分程度がやられたくらい、主力が不在の中頑張ったと言えるな。あとは甲状腺に空中サンバー、鳥越城を願いらせてくれて。ありえませぬ。大正事情が起きたことで攻め落としたぞ。朝倉家は滅亡。川持ちは一人はいるよな。いてくれなきゃ困る。パッと見いないな。半分以上は隠れてるから。おいおい、そんなことはないよな。終わった。マジかよ。全員処断したくなってしまった。だからさっさと終わらせたんだぜ。畠山家は長尾家が攻めてるから北陸の作戦はこれで終わりだな。となれば武田家攻めて北条家だな。そうなるな。というわけで、めちゃくちゃ元気に暴れている北条家を見つつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。